つもご視聴いただきありがとうございます。伊勢電気鉄の廃線跡を探索しておりますが、明和町に入ってすぐのコンビニの駐車場です。今回はここから伊勢方面に向かって廃線跡を探していきたいと思います。コンビニのこの辺りに西空駅、伊勢での西空駅があったようです。じゃあ頑張って探索します。串田川から、伊勢の方まで、戦前に廃線になった場所を利用して、日本で最初の有料道路、三宮道路という道路になっていました。今はもちろん元旧国道23号線、今は県道37号線になっているんですが、ここが怪しいかなと思った場所なんで、ちょっと一旦外れて探ってみます。この笹笛川という川のところはどうも改築されてるっぽいですね。でもこの辺りのこの石積みが怪しいな。この石の積み方、なんかこれこの石の積み方が怪しいんやけど、これは痕跡なんやろか、後から作られたんかな、どっちやろ。道路の反対側、下り車線側に渡ってきたんですが、なんかこの石積みの仕方が線路跡っぽいんやけど、どうなんやろな、確証は持てません。明和町ウニ中の、明星団地の入り口あたりですね。ここが南明星駅の跡かな。明和町から渡来郡玉城町に入りました。この先に一箇所橋がかかってるんで、そこが怪しいと睨んでるんですが、ちょっと一回寄ってみます。橋台っぽく見えるんですが、怪しいといえば怪しいし、違うといえば違うしというぐらいの、ちょっと確証の持てない感じです。なんかちょっと怪しいなと思って来てみました。この短い橋桁、どう見ても怪しいよな。橋桁はともかく、この橋脚とか、この一番端の橋台の下の方はそのまんまじゃん、そのまんまなんじゃないかなとは思うんですが、この短いピッチって、短い間隔っていうのが怪しいんかな。あの石積みとかもそうやし、前からここの橋を渡るたびに怪しいなと思ってたんで、ちょっと降りて様子見に来ました。この橋桁、あの耐震のところは違うけど、この古いところは鉄道橋の跡だという認定しても大丈夫なんじゃないでしょうか。玉城町から伊勢市小幡町に入ったところの川なんですが、このあの石積みが伊勢伝っぽいんですよね。伊勢市小幡町に入ってすぐの ここが伊勢有田駅の場所だと思われるんですが、伊勢市上地のメガドン家の横の時田川の橋に来てます。怪しいんやけど、がっつり耐震補強されてて、この辺の古さなんかそうやろと思うんやけど、このコンクリートの橋桁もどうなんやろな、道路っぽいんすよな。この橋桁はこの橋台とかこの石積みなんかは本当に伊勢伝そのままなんですけどね。さて、ここから JR 三宮線を越える跨線橋になります。橋桁はともかく、橋台とかこの横の石積みとかは この一つ伊勢寄りのこの場所も、ここからこっちが古そうですもんね。
まあ、参考記録かな。でもこの石積みが伊勢で長さな。この橋の下も覗いてみたいけどな。どうなんやろ。橋脚というか橋台の部分だけかな。まああの石積みがあるからな。伊勢でやるな、これもな。松阪市の櫛田川を渡ったところからずっと県道37号が伊勢での廃線跡になってましたが、ちょうど伊勢の入り口のこの場所ですね。ここから向こうからまっすぐ来た線路がずっとこの場所を通ってこの先右手のケンタッキーのある方ですね、そちらの方へ、こちらの道路から離れてこちらの方へ移っていきます。この書店の横のこの水路のここに橋台残ってます。こっちは残ってないです、こっちだけです。この右手のアパートのところが線路跡で、だから縦に細長いアパートが建ってるっていうことらしいです。ようやくたどり着きました。こんなところで川を渡っとんねや。この工場の敷地かすめてこうこっちへ渡っとる。あの家の白い家の方に向かって、こちらの下流部の橋渡って反対側に渡ってきました。こんなとこ電車走っとったんですね。すごいな。こっちの方へ。かつての市営住宅跡の資源拠点ステーションのとかこの辺りに駅があったようなんですけれど、ちょっと細かい場所までは全く痕跡がないんで分かんないようです。この辺りから徐々に高度を上げて宮川を越えていたようなんですけれど、宮川の佐賀の堤防に出ました。この辺りから川を渡っていたようなんですけれど、ちょうど真正面のエネオスのガソリンスタンドのあたりまでぐるっと渡来橋から迂回します。いよいよ今から伊勢の市内に入ります。海岸の大きな建物、尾崎学童記念館の今左手のあたりですね。あの辺から橋を渡ってこのあたり通って橋台がありました。その先にトンネルがあります。この橋台はですね、あくまでも宮川を渡るためのものじゃなくて、ここの道路の可動橋の橋台のようです。この石積みがなんとも伊勢伝らしさを物語ってますね。こちらを向くとこの辺りに宮川堤駅があって、このトンネルも今秋葉山トンネルかな、このトンネルもかつての伊勢でのトンネルを改修して作られたところで、元の山田第一トンネル、そのまま直進してそれでこちらが続けて山田第二トンネルになります。この辺りに時和町という駅があったようで、次がいよいよ終点の大神宮前になります。この先、線路この茶色い建物のところから、奥の NTT の局舎にかけての辺りに、大神宮前駅がありました。終点大神宮前駅跡地に来ました。駅舎東延長80メートルのプラットフォーム2本と4本の線路、最北端には留置線があったということです。
昭和5年12月25日に桑名大神宮前館全通して、その後新松坂大神宮前館は昭和17年8月21日の戦前にわずか12年間で廃線になったそうです。場所的にはこの茶色い建物の先に駅舎、ホームがあったようです。無事大神宮前駅到着しましたんで、伊勢電気鉄道の廃線跡巡り4回にわたってお送りしましたが、これにて完結です。長々とお付き合いいただきありがとうございました。長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。